はい、もうすぐ始まる衆議院総選挙に向けて、有感富士が日本保守党2議席、参政党2議席などの議席予測をしておりましたので紹介したいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の10月10日木曜日、時間が、もうすぐ15時になろうというところでございます。はい。10月10日と言いますとですね、台湾においてはですね、もう建国記念日のような扱いで、国慶節、双十節という日で、あります。で、この日にはですね、国会議員が、日本の国会議員がですね、台湾の方に行って双十節をですね、お祝いするという、イベントもある予定だったんですけど、何にせよですね、選挙が近づいているということで、ちょっと今回はですね、そういうことはなかったと。2日前にですね、日本のホテルオークラの方で、私もイベントがあったので、そちら関連の、のイベントには参加をしてきたというところでございます。で、とりあえずね、ちょっと冒頭話がそれましたが、はい、衆議院選挙が、いよいよ始まります。15日公示、27日投開票ということで、ちょっと有感富士の方にですね、選挙プランナー松田さんのですね、予測がありましたので、紹介していきたいと思います。日本保守党さんが2議席、そして参政党さんが2議席などですね、社民党1議席、令和5議席などですね、はい、結構、少数会派がですね、政党がどれぐらい取れるのかというところは、特に注目をしているところでございます。はい。ちょっと先にですね、それをお見せしておくと、なんか自民党が30議席ぐらい減ってですね、立憲民主党がその分乗っていくと、2、30議席増やしていくとか、そういうですね、予測になっております。はい。ちょっと、はい。とりあえず記事の方を読んでいきますね。はい。2024秋衆院選27日投開票。すべての同志が勝ち残るよう全身全霊で選挙に臨む石破首相は9日自民党選挙対策本部会議に出席し、衆院選を前にこう語ったが、自民党の情勢は厳しそうだ。松田氏は、はい、投票率を前回2021年衆院選の 55.93% を下回り、51から 52% 程度と想定して分析した。自民党は現有256議席から30議席減。小選挙区165、比例61の226議席という予測だ。衆院定数465議席の単独過半数233議席を割り込み、今後の展開次第でさらに減らすという。はい。衆院常任委員会の委員長ポストを独占し、委員数でも、野党を上回る絶対安定多数261議席、さらに全委員会で委員長を出せる安定多数244議席も失えば国会運営に重大な影響を及ぼす。松田氏は石破首相は総裁選などで主張していた改革や政策論を実行せず、現行不一致との批判を招き、報道各社の世論調査で期待したご祝儀はなかった。内閣支持率が 50% 前後にとどまる一方、不支持率が高く出ていることは大きな不安材料だ。総裁選で議事政権交代を演出したが、国民の自民党への不信感や怒りは払拭できなかったと分析する。確かに永田町では、石破内閣の看板倒れや期待外れを指摘する声は多い。石破首相は総裁選後ノーサイドを宣言したが、第1回投票でトップだった高市早苗前経済安保大臣に幹事長ポストを打診せず、決選投票で自身を推した側近や旧岸田派、菅義偉副総裁に近い面々を閣僚や党役員に集めた、中でも安倍晋三元首相を国賊と罵倒した村上誠一郎氏の総務大臣起用には保守層に憤怒の声が広がった。さらに裏金事件に絡み4月に党処分を受けた旧安倍派議員らを衆院選で非公認、比例重複を認めないとする方針を打ち出したことで党内対立は決定的となった。松田氏は石破首相は、裏金事件をめぐっても各議員の事情が違うことを国会で丁寧に説明し理解を得るべきだった。内閣支持率や、選挙の情勢調査に詳しい厳しい結果調査に厳しい結果が相次いだことで唐突な追加処分、二重処分の対応となった。これでは世論の不信感を加速させるだけだと指摘する。
公明党は山口那津男氏が代表を勇退し、石井啓一氏が新代表に就任した。注目の初陣は現有の32議席から3議席減、小選挙区8、比例21の29議席。自公両党が小選挙区での候補者調整などで対立した不協和音の解消が鍵となりそうだ。一方、野党第一党の立憲民主党は先月の代表選で野田佳彦体制となった。現有の98議席から24議席増やし、小選挙区79、比例43の122議席を獲得しそうだという。石破自民党の自爆が追い風だが、過半数には遠く及ばない。候補者擁立も遅れ気味だ。はい。ということで、まあ、ちょっとね、立憲の議席が、ちょっと予想議席ね、多すぎるんじゃないかと、個人的には思いますけど、まあ、でもね、まあ、一応、プロのね、方、専門家の方の予測なので、まあ、一応根拠はあるんでしょう。98議席から122議席増えると、に増えるというですね。はい、まあ、ちょっと、はい。まあまあ、とりあえず、はい。ちょっと記事の続きが2面にありますので行きましょう。松田氏は新代表となった、刷新感もあり、立憲民主党は都市部を中心に小選挙区で競り勝つだろう。ただ、日銀の物価安定目標を 0% 超に変更する金融政策転換など、現実味のない経済政策が猛批判を受けている。現状では有権者の判断基準は自民党に投票するか否かだ。共産党との連携頼みの傾向も強いと語る。大阪中心に根強い人気を誇る馬場伸幸代表の日本維新の会は現有45議席で小選挙区19、比例26の45議席との予測。前原誠司が支持が率いる教育無償化を実現する会が本格的に合流するが、議席数は横ばいとなりそうだ。松田氏は大阪万博への批判や、議員らの不祥事もあって一時の勢いを失った、比例票で伸び悩むと語る、兵庫県知事であった斉藤元彦氏の問題も影響しそうだということです。まぁ、ちょっと記事に続きがありますので、引き続き紹介していきたいと思います。日本保守党小選挙区1、比例1で2議席ということ。まぁ、あとですね、こちらの日本保守党30人擁立の記事も続いて紹介していきたいと思います。玉木雄一郎、代表の国民民主党は現有7議席から、小選挙区4、比例7で11議席に伸ばす見通しだ。はい。松田氏は、玉木氏は YouTube で継続的な発信を行い、30から40代の現役世代に一定の支持がある、労働組合の支援を基盤にネット上の好感が乗れば勢力を伸ばすだろうと見る。ということで、まあ確かにね、玉木雄一郎さんの玉木チャンネルね、かなりね、再生数といいますか、好評ですよね。まああと玉木さんのね、X のポストもすごい、ね、数字出してますしね、はい。まあそこは結構注目ですよね。まあ、現有7議席から11議席に伸びるということなんですけど、まあここの辺も、まあ確かに伸びそうな感じはしますね。はい、ちょっと注目したいと思います。はい、次、記事続きいきます。玉田智子委員長の共産党は幹部パワハラ騒動や党首公選制を求めた党員除名などが大引くが、自民党の体調などにより現有10議席から小選挙区1、比例10の11議席獲得の可能性がある。はい。まあ結構そうですね、現状維持みたいなところでしょうか。はい。福島みずほ党首の社民党は1議席を守りそうだ。新興勢力では山本太郎代表の令和新選組は現有3議席から5議席、神谷総平代表の参政党は新たに2議席を得る可能性がある。まあ、この参政党の2議席はいずれも比例になります。はい。松田氏は保守、リベラル系、それぞれの新興勢力として統一地方選で地方議会に議席を獲得した。ネットも活用して存在感を増していると語る。ベストセラー作家の百田直樹氏とジャーナリストの有本香織氏が立ち上げた政治団体日本保守党は、今回河村隆史名古屋市長を小選挙区の愛知1区に擁立する。百田氏と有本氏も比例で出馬する。小選挙区1、比例1で2議席獲得の可能性があるという。松田氏は衆院、東京15区補選などで一定の票を獲得してきた。YouTube などインターネットメディアを中心に関心が高く、保守系の票をさらに取り込めるかが鍵だろうと指摘する。
はい、石破自民党が危機に瀕する中、野党も爆発的な伸びを欠く展開だが、松田氏は今後の情勢をどう見るのか、自民党は立憲民主党と日本維新の会の選挙区調整が難航するとの観測から、野党の準備の隙を与えないとの判断で短期勝負に打って出たがつまずいている。選挙は本来相手の弱点をつくこと以上に強みで勝負しなければならない。石破首相の強みは熟議なのに、小手先で策を弄した、ルールを守る、嘘をつかない、公正、正直と言い続けた石破首相への失望につながっている。一方、立憲民主党も政権交代が期待される野党第一党ではなく、自民批判、党批判の受け皿にとどまっている。ただ、石破首相の今後の対応次第で自民党への不信感はさらに広がり、深刻な事態を招く恐れは拭えないと、こういう、まあ、こういう記事になっております。はい。ということで、まあ、日本保守党さんの方ですね、記事に行く前に、ちょっとインターネット上での、X 上でのね、ポストなどは紹介していきたいと思います。まずこちらですね、昨日の NHK のね、ニュースですかね。はい。立候補予定者、比例単独の立候補予定者で、はい。まあ、そうですね。保守党さんが26人も、まあ、出るということで、これはすごいですよね。はい。まあ、比例単独、比例のみ考えるとね、公明党さんに次ぐ候補者数ということですかね。はい。あとですね、まあ、昨日の動画でも紹介したんですけど、保守党さんの比例区の候補一覧になります。北海道ブロックね、小野寺勝さん、北関東伊藤純子さん、伊勢崎市議会議員、東京ブロックで、有本香織さん、南関東ブロック小坂英二さん、荒川区議会議員、東海ブロック、竹上優子さん、元愛知県議会議員、近畿ブロックが、島田洋一さん、福井県立大名誉教授、まあ、百田さんが、3位になっております。はい。まあ、6位の通商調整中というのはですね、ちょっと注目ですかね。はい。ということで、愛知1区なんですけれどですね、まあ、前回の選挙結果を見ると、まあ、こんな感じになってて、自民党の熊田博道さんと、立憲民主党の吉田恒彦さんがかなり競ってますね。はい。まあ、あとは、NHK 党の門田節代さんもね、前回出られたと。まあ、今回は維新の会のですね、まあ、山本浩一さんという方も、まあ、挑戦を、すると認識をしております。ということで、ちょっとね、ここから。まあでも、愛知1区はね、やっぱり河村さん、すごい有力だとは思いますね。はい。まあ、なんだかんだね、もう、名古屋市長選はもうね、まあ、盤石というかね、まあ、ある意味選挙モンスターの名前も取ったぐらいの方ですので、まあ、お年はちょっとね、もしかしたら有権者の方気にされるのかもしれませんけど、まあ、私もですね、河村市長がですね、まあ、街頭で募金活動をしていた時、今年のですね、まあまあ、そうですね。1月にね、ちょっと それを少し顔を出させてもらったんですよね。で、やっぱり街頭活動されてても、河村市長の人気はすごかったですね。まあ、それをね、肌で見てきたので、まあ、愛知1区は、はい、まあ、かなり、まあ、ちょっとね、なんとも言えないですけれど、まあ、とりあえず、私なりには、確かにそこで小選挙区ね、1議席、結構有力なんじゃないかと思います。はい。ということで、ちょっと記事の続きいきますね。日本保守党30人擁立、衆院選の秘策。はい。百田氏比例3位と小選挙区、愛知注力の理由。政治団体日本保守党は、8日次期衆院選で擁立を見込む30人の、候補予定者を発表し、党代表で作家の百田直樹氏68歳と事務総長でジャーナリストの有本香織氏62歳も比例代表で出馬すると明らかにした。百田氏は衆院選を国政政党になれるチャンスと位置づけ、日本を豊かに強くを合言葉に戦っていきたいと、意気込みを見せた。ちなみにですね、国政政党になるにはですね、国会議員5人、または全国で 2% をですね、それが条件になります。まあ 2% の場合はね、小選挙区すべて合わせて 2%、あるいは比例すべて、まあ合わせて 2%、まあいずれかでも、どちらか満たせばいいんですけど、まあ小選挙区はね、
まあ、ちょっと選挙区、ね、出してない選挙区が多いので厳しいんですけど、まあ、比例ブロックはですね、まあ、6ブロック出されるということなので、まあ、可能性はあるのかな。ちょっと九州出されないのがね、ちょっと謎なんですけれど、はい。まあまあ、とりあえず、はい、記事続きいきます。比例の東京ブロックでは、名簿1位に姉本氏、2位に梅原克彦元仙台市長70歳ら4人を擁立する。近畿ブロックでは、福井県立大学の島田洋一名誉教授66歳が1位。百田氏は3位で出馬を予定する。百田氏は誰が一番国会議員になるにふさわしい人材であるかを一番優先して考えたと説明したということで、まあ、近畿はね、近畿の比例は定数が、まあ、比例ブロックの中で一番多いので、まあ、そういうことなんでしょうね。はい。はい。小選挙区は愛知で共同代表の河村隆史名古屋市長75歳ら4人を擁立する。有本氏は局地戦で一発勝負なので強みのあるところに絞るのが戦略だ。と語る。ということは、まあ、九州はちょっと、そういう意味で優先順位をね、下げたのかもしれないですね。はい。公約について有本氏は国会の中にない選択肢、政策を掲げていくと強調。党の重点政策では消費税などの減税や再エネ賦課金の廃止、入管難民法の改正と運用の厳正化などを掲げている。政治家の世襲についてはどこの政党と言わないが、すっと息子さんに継いでしまうのは国民の納得感がない。近い親族が出る場合、選挙区を変更するなどの何らかの原則を持って、家業のように引き続くこの継ぐのをやめていくべきではないかと指摘した。政治と金問題では政党交付金の引き下げを主張するなど既存政党に有利な制度の見直しにも言及した、とのことで、ございます。はい。ということでですね。はい。まあとりあえず今回の有感節ね、まあ昨日使ってきたやつになりますけれど、まあ。プロのね、選挙の専門家の松田薫さんの予想、参政党2議席、日本保守党2議席ということで、まあ非常にね、注目、かなと思います。まあ選挙戦はね、まだ始まってはおりませんので、まあ私もですね、注目をしていきたいと思います。はい、ということで、以上に、なりますかね。はい。ということで、今日の内容、面白い、興味深いと思ったら、ぜひ、高評価のボタン、さらにチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。はい。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで、NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。